この会社、何するの？ああ、ああ、どうした？これから訪れ。30日目から26日目に戻ってきたところからの再開ね。戻ってきたことによりこれらのアブノマがいなくなったか。こっからは再び進行中、また先に進んでいくわよ。あれ？でもなんかまだミッション残ってない。あ、30日受注の福祉最終ミッションね。今までと変わらず時間制限ミッションよ。というわけで、今のために今日もキビキビゲームに。これが一個積み積みできてそう。日吉26日目完了。福祉ミッションもこれにて完全完了ね。これでまた明日から通常の残業業務に戻れるわ。福祉力を使う。過密教則業務か無限残業の二択なの。変だろこの会社。この会社、何か変。この話はしてねえ勤務体制。不正論かな？大体合ってる。今から公開しくしよう。返して。それじゃ26日目の中。戻ってくるの危ないな。真ん中じゃなくてよかった。魔法少女なんてもうゴリゴリだってので、これが今回のやつか。ひ、誇り、高潔な雰囲気やな。救急車呼んだ方がいい。黄色いの。頼むわ。とりあえず27日目に歩を進めたわけだけども。えひ、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 あれからずっとあの調子で戻らしね。発表してねえで今日ったのどんなのか教えろよ。無理だな。ダメだ、飛行そのものが停止しとる。もういいよ、取りまみに行こうぜ。相手してられん。青いドレスをまとった女の子だね。そういうような体勢、しとやかな雰囲気ね。いやいや、元気そうで何よりだね。君の永住が確定して踊っちゃうほど嬉しいな。せっかくだから本当にエビデンスなエビダンスを披露しちゃおうかな。見るからに困ってんじゃねえか。過去も女の子系に対してキモくなることはたびたびあったが、今回は輪をかけてキモい。なんだってんだ。キモうるせえ前のりか。もしかしてその子がいつか言ってたレイムが好きなアブノマ。エンパントリと、もう一体の方ってこと？どうかしら？あ、それはそうと、ちょっとピースしてみて。その隙を目の前にした時ぶっ壊れるのなんとかした方がいいぞ。はぁ、それで？なんて名前なんだこいつは。もう終わりだよこの日。なぜエレン代わりでやぞ。いや僕も小さかったから。急戦直下おつやムードぞ。こいつも観測進めるとマナ出てくるいつものパターンだろ。この子の本当の名前は絶望の騎士よ。きれい。ミロミチミヤドンよく並みにグオンすぎるワード入ってんじゃねえか。絶望した。これから訪れる地獄の業務。絶望の魔女も生まれております。魔法少女な以上こいつもとんでもないろくでなしなんだろ知ってんだよ。まあ、絶望ちゃんをブローするか。進行できちゃった以上永住か。とりあえず作業してみるしかねえ。作業ダメージはホワイトか。前回の憎しみに比べて随分物静かだな。だからって油断はできないわよ。わかってるよ。とりあえずそろそろ作業は終わるが。加工は元に。うわ、なんだ？なんか青い光のベールが出て。作業は無事終わったみたいだけど。なんか異変はないマリサ。なんか盾みたいなのがついたんだけど。ポチビのプレゼントとかみたいな感じ。これ大丈夫なのか？いいやつ悪いやつ？これは絶望ちゃんによる祝福よ。悪いやつだ。終わった。祝福への印象が悪い。あれのと一緒にしないでちょうだい。この子は最初に作業結果用意を出した職員に祝福を与えてくれるの。この祝福はカゴ。絶望ちゃんが職員を守護してくれるってわけ。そいつはすごいね。なんだその顔は。絞って言っても具体的な効果はどんな感じなのよ。まあ、そうせくない間にせてあげるから。いや、ちょっと。よしよし団子さん兄弟になったわね。ほんじゃ頼むわマリサ。あ、いやお前ふざけんなさん団子したいのかよく忘れたか。ああ、まずい場所攻撃が来る。あ、あれ？痛いは痛いけど。こんなもんだったってこいつのこの攻撃。これこそが絶望ちゃんのカゴ。カゴ状態にあるとき職員はペール以外の非ダメージが半減するの。今のマリサの体勢はこう変化しているわ。勝った。うまく円一歩手前じゃん。でもペールダメージだけは逆に倍化するのね。まあペールを扱う敵は少ない上ジャスティジアならこれでも他アレフ防具と遜色ない。このペール体勢半減以下なら問題にならないわけね。死体の土砂は本来ジャスティジアでも60から75くらう。でも絶望ちゃんのカゴがあれば30から38程度に抑えられる。さらに言えば50以下になるから一発シールドで耐えられるようにもなるわね。いや、いくらなんでも話が良すぎる。あまりにも強力すぎる。まして魔法少女、絶対何か上デメリットあるだろう。デメリット？まあさっきのペール2倍が1つ。次にカゴがある状態だと作業指示が不可能になること。カゴをもらった時点でその1日は鎮圧専門職員になるわけね。それから？あるだろもっとヤバいの。以上よ。カゴによるデメリットは以上2つだけの。違うと女のデメリットのうちにも入らない。そんなの魔法少女じゃなくて、前回のミッチミさんに完全に価値観変えられとる。そのまま実際1つ隠してるわよねあんた。また心読んだ？読むまでもなく。ここまで見るにこの子守るって声を重視する子よね。ならもし守護対象を守りきれなかった時この子はどうなるの？いい観点じゃない。実際にやってみて。よいしょ。なかった。確かにまあ予想通り。絶望の騎士の守護対象が死亡もしくはパニックになった時、この子は絶望し脱走して飲みつく全てに牙を剥くわ。もう投稿でなっちゃう。そういう状況の発言。それで一体どういう？これで一体どういう？これ一体どういう？ああ。
この子は剣を射出し 50% のテールダメージを与えるわ。この 50% って数値が本当に恐ろしい。2倍耐性なら1撃、1分5倍でも2撃、東大アレフボールでも3撃で格殺されるわ。殺傷能力のゴンゲか。そんな威力なのに攻撃頻度もかなり高い。約2秒に1回というまさしく休み場や、加えて射程もご覧の通り。多分投資なら射程無限よ。さらに攻撃活性初期でも剣的必殺の迅速。あと普通に振り向くから背後取りも無駄。勝負なのに後ろも強いのかよ。そして当然の権利のようにワープするから戦術鬼没。2倍装備の目の前に出現して瞬殺って流れも起きるわ。唯一の隙は一人ずつしか攻撃できないこと。ニッチミちゃんみたいに一瞬で大量に持ってかれることはない。とにかく単体への殺傷性に特化した子。タイマンは絶対ダメ。ただ無情に削られるのに。とにかく風揃えて風分散させ被害が出る前に削り切る。正直この子の対処はそれしかないわ。どれだけ頑張っても確実な無理性は厳しい。ニッチミちゃん同様戦闘力は完全に岩を逸脱してるわね。クラスが仕事してねえ。ようやく倒せた。何人死んだかわからんぞこれ。殺した。一番プロシュート兄貴やめろ。とにかく外に出しちゃいけないタイプってことだな。管理自体は楽だけど脱走するともう手がつけられない。何もないと同じタイプって感じね。ナイス暴力の巨人。フリコと暴走やピエロなんかの外的要因で脱走しないよう相当気使わなきゃね。何どういう感情それ。やっぱりあなたたちは分かってない。絶望の騎士という魔法少女。なんだこいつ。アブノマたちの脱走の流れはこうよ。条件を満たした時カウンターが減ってカウンターゼロで脱走。ありとあらゆるアブノマがこの流れを踏襲してるわ。いや知ってるけど何を今さら。けど絶望ちゃんはね、条件を満たした時脱走するの。わかるかしら。この違い。そう、この子の脱走にカウンターは関係しない。この子にはカウンターってもんがそもそもないの。そうか、ピエロや暴走の効果はカウンターの減少。けどカウンターがないこの子には効かない。この子は自分の条件を満たさない限り決して脱走しないの。大変するわ。この子が外に出て暴れるなんてね。今回のようにわざと脱走させない限り絶対にありえないのよ。いやでも何かの拍子に脱走を許すことだって。いやありえない。冷静に考えて。この子のカゴは鎮圧職員に付けるもの。付ける職員は自然特設の中でも最強クラス戦力の職員となる。そんな職員が死亡もしくはパニックになるのが条件。その時点でリセットなんだわ。改めましてこの子は絶望の騎士。リスクレベルはワウ。ただし危険性は皆無。かつては王、国、都市といった守るべきものを守る騎士だった女の子。けれどいつしかその守るべき者たちも邪悪にまみれていたことに気づいた。その事実を知った彼女も邪悪に飲み込まれ、そうして全てを失った。空虚となった今でも彼女は守ることに固執する。かつての幸福な時へ戻るがごとく、ただ守ることだけに執着する。とまあそれが彼女の物語だけど、アブノマとしては今まで見てきた通りよ。冗談みたいな保護能力、ほぼないようなデメリット。脱走したら最強クラスだけど絶対脱走しない。あと一斉に超使いやすい上装備もバカつねえ。いいことしか書かれてねえ。本当にいるんだこんなアブノマ。彼女を収容できれば一部の規格外以外でも鎮圧に困ることはない。その一部の規格外たちにも強く出れる。収容しないことが縛りとすら言える全身メリット少女。ワウの皮かぶったがいん。このゲームにおける人類の味方は不必要よ。本当にもう隠してるデメリットとかないのか。これがこの子の全てよ。ならこれだけ言わせてくれ。なんでここまで差が増えた。魔法少女の個体差が激しすぎる。さっきちょっと触れた装備も紹介しとくわ。武器は近接ホワイト武器ね。職員じゃ彼女と同じ出力は出せないでしょう。しっかり強力な武器だけど特筆するほどのことはないかな。目玉はこっち。防具よ。ワウイカペール耐性はこの防具だけよ。唯一の弱点なしワウ防具。最強のワウ防具と言っても過言じゃないわ。マジでとことん役にしか立たないし。見ている相手にも合ってるし、これは彼女に預けましょう。一気に期間短かったな。あ、じゃあいたこれは君が来てるわよ。やめろ。まあこの職員一部視聴者の間で女性説囁かれてるから。なんか確定しろ。動画発信だわ。確定する必要もないかなって。さて、絶望ちゃんの紹介も終わったし、軽くレベリングして火を進めましょう。本当に軽くか。じゃあ27日目のアブノマ抽出だね。とりあえずは新規だけど、さて何が来たかな。視線見続ける。何彫刻オリジナル的なやつ。おお、かっこはあざなえる縄のごとしとはよく言ったものね。絶望ちゃんの幸福に釣り合う不幸がやってきやがった。いや、やばいやつだこれ。いや、管理的な話もそうなんだけど、この子動画的にちょっと注射的大役。こいつ永住か。やだわ。まあ取るしかないから取るんだけどさ。さて、まだ少し時間も余ってるし、今回は深夜の試練を一つ紹介して終わりましょうか。やるのか。今回は琥珀だね。前回戦った緑は思ったより弱くて拍子抜けだったけど、あれはおそらくレアケースだろうし、今回は油断ならないわね。結局緑の深夜は深夜の中でも最悪。琥珀ってことはあの芋虫たちの親玉か。どんな化け物が出てくるのやら。おしゃべりはその辺に。来るよ、深夜が。思ってた数倍でけえ。地面から出てきてるわね。ハンドアーム。永久の食事は2体出現。部門のメインルームに現れるわ。周期的に地面に潜り別部門のメインルームに移動。出現時には500レッドダメージをマックス出すわ。あそこか、今までにないレベルのダメージが増えましたわね。さらに永久の食事は琥珀の夕暮れを生み出すこともできるわ。この夕暮れはメインルーム端に到達するといずれかの廊下へワープ。それ以降通常の夕暮れと同じ挙動をする。つまり施設の全ての廊下とメインルームが危険地帯ってわけね。早めに行って広く
ただエレベータールームにだけは深夜も夕暮れも入ってこない。ここに職員を集めればやり過ごせるわ。お、地下爆発安全に行ける場所に出現したね。よし、まだチャンスだ。戦いは風だよ。エレベータールームに戻るわよ。また近場に来るのを待ちます。お気づきになられましたか。職員をエレベーターに集合させて先に締め上げたら袋が立つ。人数が立てるだけの事例なんだけど。その通りだ、サトリ。お前の言ってることは全てただけ。エレビアン系嫌でも緑先があってこいつがあっても夕暮れの処理しなきゃ。どうすらそこは厄介ね。あ、それなんだけど出現した夕暮れ一度も殴らないドクトなぜか深夜と連動してくたばるのよね。なんてさてはこいつ緑と大差ねえな。まあ、何深夜ってこんなのしかおらんの。一応注意すべきは始まってすぐ殴り行くと夕暮れに限られる点ね。夕暮れを最大まで産んで生成しなくなったの確認してから殴り始めた方がいいわ。はい、一体瞬間両門一体でおしまいよ。だらね、なんだかな。まあ実際このままただ終わらせても尻切れトンボなだけなら絶望ちゃんの偉大さを知らしめるのに利用してから倒しましょう。はい、今絶望ちゃんのカゴはミミッククのレミリアについてる。この状態でどれだけのダメージを受けるか見てみましょう。あ、そういう絶望ちゃんの凄さをもっともっと知らしめたい。絶望ちゃんの優しき守り義母のごとき主語。絶望ちゃんは私の母の生きていたのでなかったじゃないか。さあレッツ祈願。500が50ダメージ。いや、改めてえぐいな。ミミックだけ700くらったと考えるとやっぱ完全に壊れ猫のカゴ。あれ、ダメージも何も無傷じゃないお姉様。いや、50は確実に食らったはずよね。何が起きたんだ。もしかしてこれもカゴの効果。これも絶望ちゃんの力よ。絶望ちゃんの力をもってすれば大ダメージの無効化だって可能。あ、みんなで絶望ちゃんはダメだで殴りなさい。後ろで猛烈にステージ取り去りますが。検証中に紛らわしいことすんなてるてる道具が。よしこ先の深夜深圧完了。今は緑よりかは厄介だけどすっとこどっこいね。どっこいどっこいね。これで残る深夜は1種類になったわ。まあそれもどうせ軽くひねれるだろう。深夜、まあ仮にヤバかったとしても問題にならないでしょ。あまりにも頼もしすぎる子収容しちゃったし。負ける気がしない。本当に彼女を収容できてよかった。もうお前残すことは何もない。最終回。まだまだ実況続くからな。あ、いやまだやり残したことがあった。絶望ちゃん、これ持って。女の子系言ったらとりあえず最速任せるのやめな。まあ可愛い子には最速させよってことわざもあるから。しかし魔法少女多いよな。この会社何人いるんだ。まだいんのか。私はタルンボイ一人いると思うよ。その心は。ダニオスの憎しみの憎、絶望の危、そしてこの子たちに見られる異常、もしかしなくてもトランプだよね。言われてみれば。あ、ダイヤのキング、ハートのクイーン、スペードのエースってことなのか。ということは、それ、クラブのジャックに該当する魔法少女もいるはず。そうだよね、レイム。あ、いるわよ。いないけど。大記憶中に死滅した。いるけどいないのよ。クラブのお話。いや、クラブのジャックの魔法少女は存在はしてるんだけど、このゲームに実装されてはいないのよ。そういう。このゲームにいる魔法少女は彼女たち3人で全員よ。なんかむずまゆい。パズルの最後のピースが足りてない感じのあれ。じゃあ雰囲気似てるし、おちびがクラブのジャックってことでいいんじゃない。いないよ。何曲がってんだ。左右挟まる男撃てろ。